ドン、始まりました、アースファミリーチャンネル。どうも、トミちゃんです。どうも、シマくんです。よろしくお願いします。いつもご視聴いただきまして本当にありがとうございま す。この間投稿したやつとかも東京とかにも友達とかね、いるんだけど、うん、いやー、シマさんが食べたらメロンめちゃくちゃうまそうっすね。あれはうめえよ。見てる人からいいお声をねいただいて、本当にあの嬉しい限りでございますし、はい、本当にあの楽しく見させてもらっておりますので、今日も一つよろしくお願いします。はい、というわけでございまして、はい、シマくん、はい、今日の動画は何？今日はデザートでーす。みんな大好き甘いやつ。今日はデザートでございます。はい、アースファミリーはオーガニックの、はい、お店でございますけども、本当にバラエティ豊かです。はい、普段から使われる調味料であったりとか、もちろんお野菜お肉であったりさまざまなものがあるんですけども、うん、デザートも取り扱いをしております。はい、柴君、紹介しちゃってください。今日の紹介は、うん、五郎島金時プリンです。さつまいも農家様が作ったプリンでございます。はい、今回皆様にご案内をさせていただけたらなということで、試食をしながらお話をさせていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。それでは早速やっていきましょう。さつまいものプリンってほんと珍しいよね。もう、まあ、無添加で作っとってっていうのもね、もちろんありだし。あとこれ、常温なんよね。おぉ。嬉しくない？常温のデザートってさ。なかなかないよね。そうそう。お店側も嬉しいし、持って帰る人も気にせんでいいや。スイーツとか、まあ、甘味系で、うん、うちの基準のものを探すのって、むちゃくちゃ難しいんですよ。そうなんです。さっきあの、柴くんが言ったように、冷蔵の保存であったりとか、あと中には冷凍で保管してるメーカーさんもいらっしゃるんですけど、食品添加物を使わない分、賞味期限っていうのが極端にキュッて短くなっちゃう。例えば、パン屋さんとかって、焼きたてのパンってやっぱ美味しいけど、それって持って帰って保管ができますかってなったらもう絶対するので、冷凍とか。そうやね。またはもうその日のうちに食べないと。そうそうそう。っていうのがあるじゃん。それをね、うちみたいにお店を構えて販売するのってめちゃめちゃ難しいんですけど、それもね、クリアしてるものでございますので、早速食べたいと思います。イェイ！ちょっと分かりにくいけど、一応2層になってるんですよね。ああ、でもこれすごいわ。普通、プリンとか、そういうものってこう、ペッて開けたらさ、ゼリーとかもそうだけど、水分が。ああ、そうやね。多いじゃん。うん。全然、うん、なんか、かかるかな、ちょっと光の関係で。そうだ。分かりにくい。あ、今これやっとね。いただきまーす。これ、うまいんだよ。うん。いただきまーす。うん、うまい。優しい甘さやね。芋の味すごい。芋の味めっちゃ濃い。でもプリンだね。プリンなんよ、ちゃんと。うん。視聴者さんからしたら、え、何言ってんのって。すごいよ。絶妙なの。うん。さつまいもの風味とか、その芋独特のその甘さも、そう。ものすごく感じるけど、うん、でもちゃんと、プリン特有、まあ卵とか、うん、そう入ってるからね、うん、滑らかというか、プリンの風味、うん、めちゃくちゃうまい。そう、これが常温保管ってすげえな。やべえよな、うん、このちょっとザラザラの感じがこうさつまいもらしくてまたいいよね。うん、いい。これおいしい。これはマジで子供おる人とかね、こんなん食べされちゃったら食育になりそう。うん、味覚が育ちそう。五郎島金時っていう品種はね、石川県特有の品種ですわ。うちおかんがさ、いろいろ作るよったけや、うん、ケーキとかいろいろ作る、ね。はい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 。かぼちゃのプリンとか作るよ。それもまたうめえんよ。うん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 。本当
に何回も言いますけど、スイーツ系で無添加ってやっぱり本当になかなかないので。まあなんか入っとるね。もちろんそれは決して悪いとは言わないんですよ。まあ、商売もあるからね、うん。まあそれでもね、こういう風にいろいろと探していけば、こういうものにも出会えるっていうのももちろんあるし、はい、毎度動画でお伝えしてますけど、まず皆様にご理解していただきたいのはね、岡山にこんなところにオーガニックの専門店があるんだとか、はい、インターネットのホームページももちろんありますので、あ、そうなんだ、こういうのあるんだっていう風にまず知ってもらいたいのが一番なんですよ。うんうん、そうですね、うん。残念ながらやっぱりいざ例えばそういう無農薬の野菜であったりとか、うんうん、無添加のものを買いたいってなっても結構な割合でどこで買ったらいいんだろうとか、そう、ね、そういうの突き詰めていっちゃうと基準がやっぱりバラバラなんですよ。そう、そういうのもあってどうすればいいんだっていうこともあるので、うん、だから結構オーガニック系の大手さんとかでも通販ってね、うん、やってるんだけど、うん、ただやっぱりそれも限定されてるものが多いんですよ。ああ、まあね、大概ね、オーガニック系の通販ってバラ売りよりかはセット売りとか、うん、あ、定期便的な、うんうんうん、やり方が結構多いです、うん。それはもう仕方がないんですよ。足が速いし、定期的に やっとかないと、どうしてもそれが採算が合わなかったりとかっていうのもね、うん、あるんですけど、まあぜひ、アースファミリーにもこういったものがあるんだよということでございますので、はい、気になった方は、またね、チェックしていただけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけでございまして、本日ご紹介させていただきましたのは、金時芋を使いましたプリンでございました。はい。こちらの動画見ていただいていいなと思っていただきましたら、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。